です。ヘロサです。はい、というわけで、はい、今回はですね、狭山市の室内練習場来ております。はい、今回はですね、前回キャッチボールをしたんですけど、今回は実際ノックをやっていきたいと思います。で、僕、内野手、2021年からね、やってますけども、まあ、公式と軟式、ちょっと両方ちょっと受けていって、その人工芝が、跳ね感じとかね、そう、感じていきたいと思います。はい。はい、まあ、今日お揃いのね、オープンワールド、クラッチャーとかいろいろ来てますんで、その辺を見てもらって、お願いします。お願いします。というわけでやっていきましょう。ゴー！お疲れ様でーす。終わりましたけど、はい、なんていうんですかね、やっぱ芝いいっすね。芝いいっす。最高です。軟式、そうですね、まあ硬式の方が取りやすかったかな。軟式はすごいもうすげー跳ねるんで、けどまあ全然もう十分もう練習しやすいですし、素晴らしすぎて、はい、この施設が狭山にできるってことをね、願ってましたんで、願ってましたよ。本当ありがたいですね、はい、まあここも、まあ、マウンドからキャッチャーまでとありますし、しっかりこう投げれます。投げ込みもできるし、ノックもできるしっていうことで、ティーネットがあればね、ティーもできますし、まあできる。僕らかちょっと寄付しようかな、もう、はい、置こうかな。勝手に置いちゃおうかな。今後とも、まあ、撮影させてもらうと思うので、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。そして、ご利用したい方はね、動画の概要欄に貼っておきますので、こちらの方から連絡をしてもらって、時間とかね決めて、まあ来てみるのもいいかもしれません。時間単位で、お貸しすることということなんで、はい、連絡してもらって行ってみてください。まあ僕らに偶然会えば、一緒にこう野球とかね、まあ一緒に、はい、できれば嬉しいですね。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。というわけで、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。
購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。